大綱の天狗。どうかクロード様、トモをお助けください。鬼同士の魂を結びつける力、それを断ち切るためクロードが立つ。お助けくださりありがとうございます。大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。ありがとうございます。恐ろしかった。まずは奴らを。
せげこそは捕まえてやる。今はまだダメです。ああ、安全になるまで動きたくない。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪とも話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで聞き取れたのはいい。火の長領が遠くからクロードのことを見すましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。安全になるまで動きたくない。まずは奴らを。みんな、天狗に殺されちまった。わしの巻物ではないか。なくしたはずの。
。それとホラ、ホラにはお気をつけください。クロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。
天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。今のゼリー落ちちゃえ。チュー、カッツオルが切られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。